されたのですか？何なのです？いいかい？分かっています。お助け！ここで出会ったのも縁だと思っておじさんを助けてくれ。戦うしかないのですか？なの？これはやはり（笑）おかげさまで助かった。お二人さん、愛してるぜ。わしなりに感謝の意を伝えたつもりだったんだが、
伝えていただければそれで十分です。なんて品のない人なの。おお、わしの名前はサハド・ノートラス。グリーク地方で漁師をやっている。出稼ぎ先から故郷へ帰るために乗った船がまさか沈められちまうとはな。よろしく頼むぜ。落車です。落車フォン・ロズウェル。アドルニー、落車嬢ちゃんか。それにしても流れ着いた先がよりにもよってセイレントとはな。知っているのですか。おお、グリーク出身ならガキの頃一度はこう叱られたことがあるはずだ。悪さをするやつはセイレントへ島流しにするぞってな。このわしもよく親父に脅されてそのたびに書面ちびったもんよ。それだけ地元でも恐れられている場所なのですね。このような獣が潜んでいることも知られているのですか。いや、少なくともわしは今日初めて知ったぞ。有名な話だが、セイレン島に近づこうとする船は全て沈んじまう。ここが実際どんな場所かなんてこれまで誰もわからなかったはずだ。たまに上陸したなんていうやつもいたが、どう考えても眉唾もんだったぜ。どうした。そういうわけでは。とにかく調べてみないと。それにしてもついてないぜ。浜辺で拾ったこいつをあの獣の顔に偶然ぶつけちまってな。ご信用にと思ってな。わしが漂着した浜辺で拾ったんだ。誤信どころか逆にひどい目に遭わされちまったかな。お？ちょっと。だがこれで一件落着だな。なんだか私どっと疲れました。奇遇だな。わしもあいつに散々追い回されて疲れちまった。おかげでこの通り腹ペコだぜ。そうだ、お前さんたちの拠点ってところへ案内してくれよ。はい。